はい、おはようございます。昼バカ3号です。本日も高松沖やっていきたいかなというふうに思います。朝焼けがいいですねという感じではありますが、とりあえず朝一平場からやっていこうかなというふうに思います。ちょっとね、昼ぐらいから風が吹く予報なので、朝のうちが勝負かなと思いながら来てます。潮が大きいですね。潮の今動き始めで、今止めたら、よし、次行きましょう。朝一の様子見でしたね。で、3ノットいいですね。はいはい、じゃあ改めてサイラバやっていきます。はい、ネクタイはヌーカーリン 1.2 ノット無風でしたね。シーアンカー入れる必要なかったな。まあ吹くこともあるでしょうということで、反応しないね。ちょっと見てる感じはあるんだけど、ダメだね。遠藤春ちょっと遠いポイントまで走ってきましたけど全然反応しないんで、これダメですね。いったなということで、どうしようかな。せっかく来たんで、はい、グレーブラック、シマノさんの 70g ちょっと重くしてみました。シマノさんのヘッドってまん丸なんで波動がでかいんですよね。スローに巻くにはいいので、潮が速いタイミングで、丸いヘッドでスローに巻くという感じでやっていこうかなと思います。ですけど、はい、リングロッド買わないといけなくなりました。なんか初めてなんか折ったのが、折りの反応が出たと思ったら食ったんやけど、マジかよ。あっさいとこ食いましたね。16m。 青だから食ったんかどうか知らんけど、なんだ、なんなん、折ったら一発やんか。
はぁ、スー 1.3 ノット。へぇー、臭くないっすね、しかもそんなに。まあ、ぼちぼちでしょう。はぁ、いやいや、めちゃめちゃ苦労したんやけど。はぁ、ありがとう。シューッと上がってきたかったね。よいしょ、嬉しい。あー、買い釣れた。ほんと今日全く反応なかったですからね。なんで急に元気に反応してきて、何の躊躇もなく言いましたね。なんか吐いた。何、なんだろう、なんか謎のものを吐きましたね。はい、ちょこちょこセッティングはね、はい、ということで、魚が釣れたところですが、まあ、この1匹だけなので、ここら辺で最後締めをしとこうかなと思います。まあ、最後ちょっとね、もう1回ぐらいバイトあるんですけど、7時間8時間、釣りをしてようやく魚が釣れると。しかもね、途中まあクラゲを握ったりとか、大雨が降ったりとか、ロッドを折ったりとか、まあ、非常に悲劇的なことが起こるわけなんですが、なんとかして魚を釣るというのが、釣りバカの宿命かなというところです。まあ、坊主だけはね、なんとか回避ということで、1枚釣ったよという内容でした。まあ、なかなか潮が大きい日で濁りがきつい日っていうのは結構ね、こういうことが起こるので、なかなか難しいなというところです。では最後のバイトだけ見て終わります。何？おお、来た。よそ見とった。よそ見してた。なんかちゃんと引いたね、今。